月森綱は、丹波国福知山藩十三代藩主、福知山藩旧木家十四代、高家2年11月5日、12代藩主、く木綱繋がりの長男として生まれる。父が、はじめ養子し,しとしていた、高校が創生したため着手となる。なお、森綱の最初の妻のつ子は、高校の妹である。文久元年3月15日、14代将軍。 徳川家持に配越する。文久2年12月16日、十五石太陽神に助任する。慶応2年4月17日、綱張りが死去したため家徳を継いだ。慶応3年12月13日、藩主を京都を派遣し、幕名により、旧京都諸子大帝の警備に当たる。慶応4年に1月のとば、伏見の戦いでは、旧江戸幕府軍に合流しようとしたものの、 幕府軍が敗退したため引き返した。そして、西恩寺金持ち率いる三陰道沈部氏に降伏した。2月6日、森綱は上落して、強順の姿勢を示した。新政府から北越出兵、丹波、丹後などの大漢地、幕府領などの接収を命じられた。2月24日、藩士の一部と旧幕府側との連携の疑いをかけられて、謹慎する。 明治2年6月20日、藩赤奉還により、福知山藩知事に任じられる。明治4年7月15日の廃藩知見で面官となり、9月に東京に移った。明治5年5月14日、養子の綱官に家督を譲って隠居した。その後、福知山に戻って、氏族の救済に努めた。明治11年7月27日、 綱間の隠居により再び家督を継いだ。留学中の綱間の結婚に反対し、隠居させて実家に戻したのである。その後は不協会を設立して、氏族の救済を本格的に努めたという。明治16年4月26日に死去した。去年39。実施に陸軍少将、貴族院議員を務め、火薬の研究者としても有名な死者、く木綱つがいる。 ありがとうございます。